はようございます。小豆島の漁師、浜湯です。やってきました。漁師の休日シリーズ。まあ、暴飲暴食シリーズと言わないのはね、あんまりやりすぎると死んじゃうからです。今日は香川県の琴平に、こんぴらさんっていうね、お参りするところがあるんですけど、結構ね、瀬戸内海周辺の漁師さん、そこにね、お参りに行ってると思います。僕もね、小学校の頃から親父と一緒にね、毎年行ってもう十何回ぐらいね、長い階段があるんですけど、そこね、もう何回も登ってね、来ました。で、今日はそこにお参りに行って、高松の方で軽く飲むというね、軽くですよ。そういう動画を、ね、そういう休日もね、いいんじゃないでしょうか。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。で、今10月なんですけどね、9月の間って魚いなくて、あんま船動かしてなくて、で、10月になってこの間沖に行ったらですね、網が柿、船の底に柿が生えるんですよ。柿殻というか、フジツボみたいなね。それが生えて網にかかっちゃうんで、それを今から外しに行きたいと思います。最近ですね、ユニクロの方でこういったね、カラスマスクっていうんですかね、ようわからんのですけど、なんか、ケバケバしないやつを買いました。ずっとケバケバしてて鬱陶しかったんでね、いいですね。じゃあ行こう。あ、でも先に腹ごしらえしたいからセブン寄ります。買ってきました。よいしょ。まずはこちら、やんごとなきマンゴーですね。やんごとないですね。おじゃる丸がよく言ってましたね、やんごとなきって、まあ、無難って意味ですかね。やんごとあるやん。そしてこれ、明太子弁当じゃねえわおにぎり。まあこのチャンネルをよく見てくれてる人は知ってると思うんですけど、僕は明太子が大好きなんで、おにぎりも明太子です。まあいろいろなんですけど。よし、じゃあ行こう。実家の方にやってきました。あだらちゃんですね。うじうじ。うじ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 。うじうじうじ、かわいいな。ほら、皆さんに見せて。で、今10月なんですけどね、多分ね、水温は高いと思います。そう信じたい。寒いんだろうな。あったけ。あったけだ、いけるだ。それだ。足が効かない分しんどいな。はい、じゃあ、カキを落として風呂に入りました。カキを落とす理由は2つあって、まあ1つ網にかかることと、船の速力が低下するからね、しっかり落とさないといけません。まあ、のぼしたら金かかるから、今回はちょっと暇だったし潜りました。よし、じゃあ、帰ろう。ただいまはい、じゃあ、ザクザクでね、唐揚げと青函酒を買いました。僕、末端冷え性なんでね、冬の間これ飲むようにしてます。これめっちゃ高いよ、でも。よし、じゃあ唐揚げをちょっとね、泳いで疲れたんで、ミキ入れよう。豪華。よし。よし。もういいかな。で、
できてる。ここからですね、ビールを取り出してゴールデンタイムと思ったらね、ちょっと違うビールでしたけど、これも一応買ってみた。じゃあこれを持って2階へ移動します。よいしょ。まあ、まだ出るまでにちょっと時間あるんで、漁業系の、編集をしながらやっていきたいと思います。とりあえず乾杯。これの味のねレビューを正直にお伝えしよう。うん、さっぱりとしてて、本当日本人好みのビールっていう感じですね。もう癖もないし、ただ僕的にはもうちょっとコクが欲しいかなっていう、まあコクっていうか、もう人によってはそれが癖になったりするんでしょうけど、僕の個人的にはコクが欲しいかな。そして唐揚げ。うん、この冷凍の方がうまいな。はい、じゃあ出かける時間がやってきたので、先にね友達とご飯を食べて、そのまま送ってもらって高松の方に一旦移動したいと思います。そしてこの超かっこいいカバンを背負ってこのスタイルで行ってくると。骨の底の柿を落としとって、その柿にやられて、まだ海なんか全然ぬくいで、今はまだぬくいんだろうな、うん、はい、じゃあ高松到着したんで、とりあえずねホテルの方に向かいます。ちょっと雨模様ですね。時間が早くてですねチェックインできなかったので、とりあえず荷物だけ預けました。どうしよう。今日はですね僕のサーラの製品でお世話になった、水産加工センターの木下さんとにお疲れ様会ようわからんですけど、一緒に行きたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ乾杯っす。乾杯です。いや、木下さん、ちょっと雨降ってきたんで、そうっすね、多度津駅で降りて、まあ仕方ないんですけど、コンピラは今度にして、はい、
高松帰りましょう。はい、飲みに行きましょう。飲みに行きましょう。これ見えちゃうな。上がりますよ。はい、じゃあ雨が降ってきたらですね、雨が止んで、どういうことだ、雨が降ってきたから帰ったら雨が止んでました、なんということでしょうか。まあでも途中ですね、僕のことを知っている高校生、あの子もね、なんか漁師の子供らしくてね、すごいな、巡り合わせだなっていうことで、まあそういうこともあったんで、まあ今回ちょっと行けなかったのは残念なんですけど、よかったなと思います。それじゃあちょっと靴下、足がめっちゃ臭いんで靴下を置いてちょっと出かけたいと思いますね。じゃあ出かけて、飲み直しましょう。5時半か、早いなってことですか。はい、じゃあ、今飲み屋を探してね、高松をうろちょろしております。お疲れ様です。お疲れです。カキフライ僕カキの中で一番好きかも。うまいっすよね。大好きです。いつも一緒に行きますよ。すいません、すいません、はい、これカーリーフ。いただきます。すいません、よろしくお願いします。すいません、急に言って申し訳ないです。ごめんなさい、そのお人形さんがベルになってますので、はい、鳴らしておいてください。はい、失礼いたします。これ、超ビール、あ、これいいことすんな。失礼いたします。すいません、お待たせしました。はい、お通しですね。今日は栗と梨の白あえをご用意してます。栗と梨、梨ってあの果物の、ね、果物が好き。どっち食いました？栗どこ？あ、僕栗食ったんですよ。あ、僕梨食ったんです。梨どうでした？みずみずしいです。うん、栗の方がうまいですね。おしゃれすぎてついていけん。これですね、わかります。これ絞ります。あ、もうジューっていってください。もう最高これ。めっちゃうまそうですね、これ。めっちゃうまいですよ、これ。これでもう忘れましょう、これで。じゃあちょっといただきますね。木下さんもどうぞ。いただきます。めっちゃうまっ。最高。最高っすね、これ。最高。どっから取り出したの、この岩牡蠣。めっちゃうまいやん。癖もないし。クリームですね。ほんまにクリーミーとは、クリーミーとはこのためにある。で、またでかいっすね。でかいっす。これほんまうまいっすね。うまいか。うん。時計回りに白子ポン酢、話題のコーヒー、炙りの締めさはカマスの。いただきます。これうまそう。これ取れんかった。これ何の白子ですか。タラっす。タラの、あ、今が旬だ。牛肉だ。はい、ここはほんまうまいっすね。うん、金目鯛皮指切りっすかね。ダメですか。僕見る派なんで。
うまいでしょ。これは醤油つけずにがおすすめ。そのまんます。あの岩塩が効いたんで。あ、岩塩が。ちょっといただきます。十分味付けです。うん、じゃあ、うまいでしょ。やばい、うまっ。サラの塩たたき全然ありっすね。でしょ。めっちゃうまい。これがカマス、地元のですよね。はい。うわ、めっちゃうまいっす、カマス。で、僕、このカマスを買ってくれって言われて、カマス日本注文とか言われて、うん、カマスがないんですよ。で、痩せたカマス持っていくわけにもいかんじゃないですか。確かに。すごく苦労してましたから、このお金に。こう長いの。カマスをもう、ひたがしてたんかって。セリンで出たら、もう、カマス2匹とかで、1箱2匹に入ったんですよ。はい。入道も僕もう1500円とか出すんです。でもそれぐらいの価値はあるぐらいうまいですね。うまいでしょ、うん、でも一般の人から見たらカマスってそういうわけじゃないんですよね。僕もパサついてるイメージありますよ。サバはからし醤油って出す。で、これがサバ、え、からし醤油ですか。これがサバの、ま、え、からしですか。からし醤油で。うまいっしょ。やばい、からしの意味が分かったっす。これわさびじゃないわ。タイの昆布締め。タイは普通でした。グラスが変わるのがいいな。なおこういうなおに怒られるので言うて。